どうもありがとう。皆さんの拍手が長くなりましたけど、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ今日はね、県民の日千葉ワクワクフェスタということなんですけども、たくさんの方にお越しいただきましたね。もう皆さん朝早くからありがとうございます。そして千葉くんも一緒に来てくれたということで。そうなんだ、今日千葉くんな、朝早くから仕事ありがとうよ。今日ね、一日よろしくお願いいたします。さて県内各地ではさまざまな行事がこの県民の日を記念して行われているんですが、この主要行事として行われているのが千葉ワクワクフェスタになります。さあそれでは本日のメインステージの出演者の方にご登場いただきたいと思います。知事と千葉くんはこちらにお願いいたします。さあまずは先ほど素晴らしいお囃子と手踊りをご披露いただいた佐原林手踊りの皆さんです。お願いいたします。拍手でお迎えください。続いてこの後ご出演いただきます富里高校ジャズオーケストラ部の皆さんです。続いて神田外語大学ラム隊同好会ドントリー隊の皆さんです。続いてナータラックタイ舞踊団の皆さんです。どうぞ大きな拍手でお迎えください。さあもう知事がね挨拶されてますけれども、一言ずつ皆さんにお気持ちを聞きたいと思います。さてトップバッターで演奏していただきましたけれども、佐原林の手踊りをご披露された神話下車連と商用会の皆さんです。ステージいかがでしたか。はい、普段は山車の上で演奏するのがメインで、このような大きなステージでやるのはなかなか機会がありませんので、とてもちょっと緊張しましたけど、とても楽しく今日は演奏させていただきました。ありがとうございました。緊張されたということでしたけれども、素晴らしかったですよね。もうやっぱりああいうのを見るとね、なんか躍動感があってね、もう僕らも本当に見て、あ、今日来てよかったなと思って。そうですよね。さあ続いてこの後演奏いただきます富里高校ジャズオーケストラ部の皆さんです。どうですかお気持ちは。はい、皆さんにジャズを知ってもらうよう今日は頑張るのでよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。頑張ってください。さあ続いては神田外語大学ラム隊同好会ドントリー隊の皆さんです。意気込みを教えてください。はい、本日はタイ音楽の魅力皆様に十分伝えられるよう一生懸命頑張りますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そして続いてナータラックタイ舞踊団の皆さんです。衣装も綺麗ですね。ありがとうございます。今日はタイ音楽とタイ舞踊の魅力を皆さんにお届けしたいと思います。ありがとうございます。知事この後も楽しみですね。もうね、今日はやっぱり県民の日ですからね、もう最高に皆さんの素晴らしいパフォーマンスをね、見せていただきたいと思います。はい、ぜひ皆さんにも楽しんでいただきたいと思います。さてこの千葉ワクワクフェスタは文化、音楽、スポーツなど千葉の魅力がいっぱい味わえるイベントとなっていますが、知事、千葉県は音楽だけではなくもちろん農業も盛んなんですよね。そうなんですよ、皆さんね、お花ね、お花、花の産出額、皆さん千葉県全国で2位なんですよ。皆さん知らなかったでしょ。皆さん私も知事になるまで知らなかったです。でもそのぐらいすごいですよね。え、さあそのね魅力を伝えてもらうべく、ひまわりいいよ今ひまわり、はい、県内でも特に生産が盛んな阿波地域の生産者の方にお越しいただきました。ステージへお願いいたします。どうぞ。知事もねおっしゃった通りひまわりをお持ちで。生産者の桜井です。あ、お疲れです。鈴木です。いやいやいや、もうありがとうありがとう。今日は桜井さんと鈴木さんということで、ね、こんな方々が作られてるんですね。知事、このお花を作られてるということで実際にご覧になっていかがですか。ね、本当にね、これで結構長持ちするんですよ皆さん。お花ってね、あんまり長くないかなと思うんですけども、このひまわり非常に長持ちって、やっぱりね、夏っつったらひまわりだな。なあ。そしてこれはやっぱり夏っていうとですね、ちょっと涼しいの欲しいなと思うとこのお花でございます。ちょっと、はい、このトルコキキョウと言います。はい、千葉県館山市から来たんですけど、トルコキキョウ、夏は、非常に花持ちもいいです、うん、ぜひ一度お使いになってください。このトルコキキョウってのはね、非常にですね、暑い時に
花瓶に入れてね、自分の部屋なんかあって、スーッとね、なんか爽やかな風が来るような感じがいたします。でどうぞ皆さん可愛がってください。よろしくお願いします。桜井さんからもぜひね、お花の紹介をお願いできますか。今日父の日なんですけども、あのひまわりを贈るキャンペーンを行っております。ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。お願いいたします。ありがとうございました。ね、お花をもらうというのは嬉しいですよね。そりゃそうですね。私なんか、あ、こっち戻らなきゃいかん。いいのか、出たら入ったら大変だと思う。こちらにいてもらいましょうね。まあ、皆様にもね、ぜひお花をお配りいたしますので、家族で楽しんでいただければと思います。そのですね、お花で作られたあちらをご覧いただけますか。オリンピック・パラリンピックをイメージしたフォトスポットも設置されております。ぜひステージの終了の後にお楽しみいただければと思います。そしてここ幕張メッセは2020年の東京オリンピックのフェンシング、テコンドー、レスリングの競技会場です。またパラリンピックでも車椅子フェンシングやテコンドーなどが開催されますということで、知事嬉しいですよね。嬉しいですね。皆さんね、私ね、やっぱりね、それは東京そばですよね、東京、まあ、見に行きゃすぐじゃないかって言うけども、我が千葉県で皆さんオリンピック競技私たち生で見ましょうよね、特に私たちは、私はね、あの若い人たちにね、本当見てもらいたい、うん、まさしくね、千葉県の皆さんの力ですよ。チーム千葉で頑張ったおかげでパラリンピックの競技も含めて7競技来たんですよ。あとサーフィンをなんとか取りたいなとまだ野球だってあるよね皆さん。もう千葉はね、もっともっと皆さん私たちの地で輝けるしますじゃありませんか。ありがとうという知事の話もありましたけれども、ここでオリンピック・パラリンピックをちなんで本日はスペシャルゲストにお越しいただきました。ロンドンオリンピックでフェンシング男子フルーレ団体で銀メダルを獲得された三宅亮選手です。大きな拍手でお迎えください。メダルをつけてお越しいただきました。ありがとうございます。今日はね、メダルをつけてお越しいただいたということなんですけど、三宅選手ね、初めて見ました。あの千葉県出身ということなんですけれども、 こちらで開催されるというのはいかがですか、お気持ち。そうですね、あの僕も千葉の市川市が、出身で、あの初めはあの日系コルトンプラザが市川にあるんですけれども、そちらのスポーツクラブでフェンシングを始めたということで、あの始めたところで、あの県で、出場できて、そこでもし結果を出せたらこれはすごい恩返しになるんじゃないのかなということで、非常にあの選手としてもワクワクしています。知事いかがですか。ぜひね、あのまずここでやるってことがね。そうですね、はい、そしてさ、みんながさ、もう選手の皆さんも観客もね、盛り上がってもらって、それとやっぱりあの外国の選手もいらっしゃいます、はい、そして外国のね、いろんな応援団の選手もいらっしゃる、観光客もいらっしゃる、そういう人たちがね、やっぱりこのね、幕張ですげえなと、もう選手の人たちはもう一度ここで試合やりたいと、そういうようにね、私たちね、しっかりとしたおもてなしをしなきゃいけないと、そう思ってます。そうですね。そして三宅選手にはもう一つ上の輝いたメダルをね、取っていただけたら嬉しいですね、はい、まあ頑張るよな頑張ります。はい、三宅選手ありがとうございました。どうもありがとうございます。さて、三宅選手にはこの後午後2時25分からここメインステージで開催するオリンピック・パラリンピック競技紹介にもご登場いただきます。またオリンピック・パラリンピック体験コーナーでもフェンシングの体験ができますので、ぜひ皆様ご参加ください。さて、今日はタイの踊りや音楽をお披露いただくわけなんですけども、知事はトップセールスでたびたびタイを訪れたり、タイの方だとも、千葉県をね、ご訪問いただくなど、たくさん交流されてますよね。皆さんね、私あのタイ国に行った45年前なんですよ。ちょうどあの青春ドラマやってた頃 で、実はタイ国であの私のやってた青春ドラマ俺は男だったのが向こうで流れてたんですよ。向こうではタイトルは剣道って言うんですけどだからあの向こう、そうですね、50代の以上の人はあの僕を結構知っててくれましてね、おお、剣道剣道ってよく言われたもんですけど、でも素晴らしい国です、うん、タイっていうのはね、大変皆さん親日なんですよ。そして微笑みの国タイというぐらいですね、非常にですね、私たちが行ってもね、もう笑顔で接してくれます。そして何よりもですね、日本の人たちと私たちはもっともっと仲良くしたいという、その言葉がね、最高ですね。
そうなんですね。さあ今日は千葉とタイの友好をますます深めようということで特別な方をお招きしております。駐日タイ王国大使のバンサン大使です。どうぞご登壇ください。ようこそお越しいただきました。それでは知事、大使の方から一言を皆さんにお願いできますか。はい、皆様こんにちは。กราบเรียนท่านผู้ว่าราชการ森田健作ที่เคารพครับ今日は敬愛する森田健作知事เรียนท่านผู้บริหารจังหวัดชิบะ千葉県の関係者の皆様ทีมประเทศไทยของผมและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับそしてタイのブースの担当者そして本日ご来場の皆様ผมรู้สึกซาบซึ้งและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาแสดงบูธไทยจากผู้ว่าราชการจังหวัดในวันนี้ครับこうしてワクワクフェスタの中でタイのブースを設置させていただきまして大変光栄に思っております。ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่กรุณาให้การส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นไทยชิบะเป็นอย่างดียิ่งครับเสมอมา今までずっとこうしてタイと千葉県の友好関係を構築するのにご尽力いただいた森田健作知事に心より感謝申し上げます。พวกคนไทยของเราสำนึกในพระคุณของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้สนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนโครงการเกษตรแลกเปลี่ยนเกษตรกรและร่วมมือกันอย่างดีระหว่างประเทศไทยครับタイの国民もこうして農業関係または留学関係におきまして知事から多大なご支援を賜ってきましたこと大変みんな喜んでおります。ที่สำคัญที่สุดคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นไอคอนสำคัญของคนไทยในยุคโดยเฉพาะยุคของผมที่มีความศรัทธาในชาวญี่ปุ่นที่จะมุ่งมั่นมีวินัยและมุ่งมั่นในความสำเร็จในชีวิตเป็นสัญลักษณ์ของพวกเราทุกคนครับまあ森田知事はいろいろな意味でタイの国民にとりましても大変重要な日本の方でいらっしゃるということで大変タイの国民にとっても大変重要な人物でいらっしゃいます。ขออนุญาตเชิญให้ผู้นำประเทศไทยและพวกเราทุกคนตบมือให้กับท่านผู้ราชการจังหวัดด้วยครับどうぞ皆さんタイの関係者の方の知事に対して拍手でお礼を申し上げてください。ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ผมขออนุญาตขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานวันนี้今日のこのワクワクフェスタの会場ご尽力いただいた皆様方に本当に心より感謝申し上げます。ขอให้งานนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งแล้วก็มีเป็นตลอดไปทุกปีและมีคนมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดไปครับ今回のイベントが成功されることそして今後もこうしたイベントが継続的に開かれることそして来場者もどんどん増えていかれることを心よりお祈りいたします。สุดท้ายนี้ขอเรียนเชิญท่านทั้งหลายไปเยี่ยมบูธไทยอยู่ตรงมุมนู้นซึ่งมีผลไม้ไทยมีการท่องเที่ยวไทยและมีสมุดลงนามถวายพรที่ท่านให้ลงนามสื่อไปถึงสมเด็จพระนางเจ้าของและสมเด็จพระมหากษัตริย์ของไทยครับご来場の皆様にはぜひタイのブースの方に足を運んでいただきたいと思います。タイの果物そして観光関係の情報そして王妃陛下のお誕生日の記帳も用意しておりますので国王陛下王妃陛下の今後のご健康をお祈りしていただくためにもどうぞ皆様タイのブースの方に足をお運びください。お願いいたします。どうもありがとうございます。ありがとうございました。ここで知事から大使にプレゼントがあるということです。本日は大使の夫人にお越しいただいておりますので夫人にプレゼントをお受け取りいただきます。ご紹介いたします。ユパディ大使夫人です。拍手でお迎えください。これ千葉県のですね千葉県で採れたお花でございます。
ひまわりとトルコ気球、ぜひこれ大使の執務室にお飾りください。ありがとうございました。ギバディ第一夫人、そしてマンサン大使、ありがとうございました。さて、今回タイ王国の大使館からはタイの文化を紹介するブースをご出展いただいています。タイの観光や美味しい果物も紹介とあるということですので、ぜひ皆様お立ち寄りください。さて、このワクワクフェストはこの後も参加体験していただけるプログラムをたくさん用意しておりますが、そのイベントがさらに盛り上がるようにここで知事に掛け声をかけていただこうと思います。知事にワクワクフェスタと言っていただき、皆さんにも元気よくおーと言っていただきたいと思います。それではね、まず前の方にお越しいただいてよろしいですか。じゃあ、その前にね、一言ね、皆さんね、わざわざ大使ご夫妻来ていただきました。本当にね、やっぱりいろんな国と私たち仲良くするって本当に大事だと思うんですね。こうやってね、わざわざ我が千葉県に来てくれました。このタイっていう国はですね、先ほど言ったように微笑みの国でございます。私は特に大好きな、例えば果物で言いますとね、マンゴーとかとね、サモーっていうこういうね、新しい果物もできました。そして、タイ国はね、治安も良いですし、どうぞ皆さんね、 お時間がありましたら、タイ国にご旅行をくださいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。よし、行こうか。はい、それではね、会場の皆さんも一緒にお願いいたしますね。知事がワクワクフェスタと言ったら大きな声で右手を上げて「おー」とお願いいたします。さあ、それでは知事よろしいでしょうか。「おー」と言った後、写真撮影をいたしますので、ちょっと10秒ほど、はい、どうぞ皆さん知事を囲んでいただいて、はい、写真撮影しますので10秒ほど止まっていただければと思います。どうぞ会場の皆さんも盛り上げていただければと思います。それでは知事お願いいたします。ワクワクフェスタ、大丈夫でしたか。よろしいですか。はい、ありがとうございました。さあ、以上をもちまして、県民の日千葉ワクワクフェスタ2016イベントセレモニーを終了とさせていただきます。大使、知事並びにご登壇いただきました皆様、ありがとうございました。どうぞ大きな拍手でお送りください。千葉君もありがとうございました。